万願寺は愛媛県今治市朝倉にある寺院。三号はコンピラ山。宗派は高野山新言宗。本尊は薬師如来。令和3年10月10日から17日まで、本尊薬師如来とコンピラ大本源の33年に一度の会長予定。新四国万太羅霊場の第38番札所、四国36不動村霊場。 第21番札書である。ご栄か、思うこと、いよいよ願いへ万願寺新たに、あた不応金や千世に同時名、大光明同時、同時信言、の、うまくさまんだ関万期陸同時立志は、奈良の人で、大宝元年検討士として、中国に渡って三論の法を学び、養老元年帰国後、奈良、大安寺に重視三論集を広めた。 天平六年南海道を巡釈中、東山、両前山にて、本尊や串如来の海岸法要の同志を務めた。これによって三論集にて改装される。その後、天朝六年、空海が天安寺別島に補いされた影響で、新言密教が衆議になったと伝えられている。戦国時代には戦乱によって海人に帰するも、慶長時代に再建が進められ、戦火や、 薬病などから守るためコンピラ大本源を薬よけ守護神として誕生し、神仏根高の寺として復興した。明治期の廃仏希釈で一時期廃寺になるも、神徒の根強い信仰に支えられ現在に至る。剣士邸の有形文化財、斎藤さねもり航空用刀や工房大使御衣、十二点、屏風、大涅槃図など時宝がある。下から参道を進んだ順に記述する。 トンダ川に架かる橋を渡り民家の間を進むと石の鳥居があり、さらに小さい橋を渡りその先の行き止まりに駐車場がある。その左を上がると山門があり、英霊堂を過ぎ右に折れて、石段を登っていくと左に、江間堂その先に本堂、その前である右に、ご堂がある。さらに石段を上がって上り詰めたところに、コンピラ山を祭った大きな社殿があり、その右脇に、 大使堂の要廃所があり、奥へ手すりのある石段を上がりうっそうとした山の中に入っていくと奥の院の大使堂がある。なお、農協所は駒ま道の後ろの大きな客殿の横にある。万願寺桜おやきとこきの花。ありがとうございます。